どうもこんにちは、ジュウです。今回もスーパーマリオランやっていきたいと思います。さあ今回がパート37ということで、さあ前回の続きですね。さあ今回もリミックス10とキノピオ集め進めていきたいと思います。現在の状況はこんな感じですね。キノピオラリーがもう206回もやっていて、さらにリミックス10は今こんな感じですね。エリア18ということで、まあ少しずつはね、もう裏でもねやっているということで、今回も頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今回リミックス10進めていきますよ。今どこにいるのかというと、エリア18の最初のところですね。ここを3回クリアすればエリア18はクリアになるので、頑張りたいと思います。ほい、まあ今日も京都でまあ頑張りますけどね。ほいほいほい、お、スター出た。これはいいんじゃない。よーし、まあやっぱりこういう感じで進んだ方がいいのかもしれません。いいよ、頑張れ。よーし、ここら辺までは全然いいと思うんだ。はい、次、スペシャルリミックスコースで待って、ここ、さっきと同じ場所じゃん。あ、危ない。よかった。まさかのさっきの場所。全く同じ場所でしたね。はい、ワード4の3。OK。はい。OK。タイミングが分かっている。赤ヨッシー、お、6の4だね。こう来てボーナスメダルも確実にゲットしていく。いいね、やっぱり。はい、次、赤ヨッシーはね、これキノピオ9999いるんだよね。そのうち黄色キノピオが1000いるんですよ。まあ、とりあえず黄色キノピオ1000は達成したんですけど、まあ問題はやっぱり9999ですよね。まあちょっと地道に頑張りますということで、まあそこの解放もねやってからね、まあマリオランは終わりたいと思ってますんで、まあぜひ最後まで付き合ってくれると嬉しいです。はい、次ちょっと頑張ろうか。うわ、待って、上か、上じゃねえ、下か。OK。待って、これ、スターがなかったら3枚目取れてなかったぞ、これ。はい、次。おい。いいんじゃないですか、これ。おお、スター。スターの力で延長している。いいね。ラスト。OK, OK, 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 OK,はい、ノーミスクリア。あ、誰かに追いつきましたね。よーし、いいんじゃないですか。まあこっからまだまだ頑張りたいと思います。ふう、次はあのスペシャルリミックス1つがあるだけですね。一つだけ。おい、まあでも頑張りますか、こっからも。でもどれぐらい裏で進めておけばいいという、そういうなんか基準があればいいですけどね。基本的には俺、キノピオラリーをね、裏で進めております。まあ大変ですけどね。やばいやばいやばい、危ねえ。うわ、上か。上だったのか。マジか。
アイスリスペシャルリミックスコース一度一位。なんだこれ。あ、ここにあるのはなんとなく分かっているけど、ああ、一枚逃した。惜しいね。今のは確実に惜しかった。いっと。やばいってこれ。やばっベイベイ。ミスったねこれは。あぶね。大丈夫かこれ。ああもうミスってもしょうがないもんこれ。ああもうこれもうスーパーじゃないと無理だからな。もうこれはもう諦めしかなかった。あいつに。イエーイ。何？待て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 、ミス2連発。2連発じゃない？違うな。そういうわけじゃねえ。ちょっと待ってさ、俺今この状態になっとってもう朝だからさ。ちょっと今、起きてすぐの時に今収録を撮っています。なんで今頭が回っていませんが。あ、そこはあのご理解ください。まあ、たまにはね朝撮ってみるのもいいんじゃねえのかなと思っていて、だってまだ朝飯も食ってませんからね。はい、ここでトイレを登ってクリアしていく。はい、次残りあと2コース。やばい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 。ここもなんとなくシドビオラリーでも出てくるけどね。よし、さあラスト。あ、スペシャルコース1位。まさかのスペシャルコースからも出てきたよ。ここはもうスペシャルコースの最後ですね。これ最後の部分のあの地上の部分でした。本来は地下ですけどね。はい、緑の山出てきました。はい、キノピオに挟まれたミスの機体。とりあえずスーパーボーナスゲーム3つはたまりましたが、うわ何も出てないね。やっぱりこれリミックス、スペシャルリミックスコースと、あとはシークレットコースとかこれ出るっていうなんか基準はあるんでしょうか。やっぱりこれミス続けると出てこなくなるとか、あとボーナスメダルの数によって決まってるとか。いやーどうなんだろうね。ちょっとそういうところの基準はよく分かっていませんか。まあこういうことになると、まあマックス30枚。またスペシャルコース1からだよこれ。くねくねコインを追いかける。これさ、これ課金しなくても出るんですよこれ。やべえってこれ。ああ、やべえ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 。ああ、しかもなんか飛び越えちまってるこれ。だってこれ課金しなくても遊べるからねこれ。あー下か、これ下に探しすぎるのよくない。待って、1枚見つからなかった。あのハテナブロックか。やばいってこれ。はい、次ルージュ。いやー待って、それ無理だってば。スペシャルコース2位じゃん。ここいっと、タイミングが分かりません。まあちょっとここでクヨクヨしていてもしょうがないね、これ。待って、本物のドアはどこだ？真ん中だ。真ん中に入ればクリアできる。オッケー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 。はい、次。ほい。なんとかここを頑張っていきますよ。えい。いけるよねこれ。ちょっと大丈夫だと信じて、まあ次頑張りますけど。うわ待って、
待って、リフトが消えた。やばいって、これどうやってするんだっけ、これは。やばい、あ、無理じゃん、これ。うーわ。やばい、ボーナスメダル全然ゲットできてないじゃん。じゃあ次。頑張れ。オッケー。じゃあ次がラスト。ラスト10コース目。最後ってさ、必ず地上か、あの、空だよね、これ。なんかそういうイメージしかないんだけど。オッケー。まあでも絶対にね、地下や城にはなんないはず。あと飛行船ね。お、お、わあ出たね、クラシックチッピードットチビルイーソ。ちなみにこれあと出てないの、あーではあと46。まあさすがにね、これ全部やってるとね、これ時間かかるんだよ。これだってこれさ、イベントでしか手に入らないものもあるし、ショップでしか手に入らないのもいろいろあるからさ、ちょっとここら辺も悩みどころかな。はいはい、ルイージの時にミスしました。はい、ここでエリアクリア。はい、エリア1本分溜まりました。はい、次エリア19、エリア19に来ました。なんとか頑張りましょうかね。何もない。結局ミスしまくるがこうなんだよな。うわ待って、長いな。次4つ。まあ頑張りますか。はい、スーパーボーナスゲームいきましょう。今年最上確定。巨大レンガブロック B。 お、あー出たね、ロッドスーパースターゾー。何が出るのかね、なんか楽しみにしないといけない。え、何これ、桜の木。これあれじゃねえか。じゃあこれ、配置しとこう。はい、次。最後。お、キラキラクリスマスツリー。じゃあこれも飾っとこうぜ。なかなかレアじゃないこれ。ふぃ。といった感じでしょうかね。わあ待って、これか、これ、あ、これ巨大建造物なんだ。あ、これも巨大あれなんだね。まあそこのところ、これランダムでこれ変わってしまうんだよね、これ。あ、じゃあさ、これさ、これ、あ、違う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 、じゃこれをさ、ここにルイージのやつに変えておこうぜ、これ。どっちさ、俺ペーパーマリオやってないからさ。じゃあこれにしておきます。まあこれいいんじゃない。おお、すげえ。タッチするとこれだ。これタッチしたのはあれですよ、これ。これは普通か。よし、じゃあキラキラレールいきましょう。あ、今4415まで来てますね。じゃあこれいく？これ洞窟、洞窟って、まあ厳密に言えば地下だけど、いけるかこれ。あ、もう、いやー待って、来なかった最初ね、あれ。まあでもピノピオはこれでアクションもね繰り出せるから、やべー、なかなか間に入るのむずいよ、今のは。おい、OK、ここでスターティング入るから、ここでスターは絶対だ。言うて、相手のリリースもな。おい、OK、いいのでは、これ。やべ。OK、残りあと30秒。オッケー、今のはうまい。オッケー。おい。
オッケー、いいよ今のは。オッケー、ここも赤コインをすべて回収していく。あー今のピンクコイン取れないか。待って、それでもあれはあるはず。やばい、あ、オッケー、待って、これどうだこれ。おいもう最後のアクション次第だなこれは。言うてルイージもそこまで追いついていたからな。待て、ほぼキノピオが同じだ。あ、負けた。待て、ちょっとさ、離れたなこれ。うわ、700で負けるの？やるな。ちょっとこれはあまりにも予想外すぎた。よし、じゃあ次回もうね、キノピオ集めちょっと頑張りましょうかね、こっからまだまだ。うん、まあこういった感じで、まあリミックス10もまあ裏でまあ進めていこうかなというふうに思っています。なんとか次回からもまだ頑張っていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。